ゼロよろぴこ。原宿のトムドプリングカレーでもプレイボール。これで繋がるんですよ。松沼兄弟がここにまたほらこの前ついこの間出てもらってで森重さんの話になり、あの2人がドラフト外で入られて、で1位で4球団ですよね。で9なんか景気の話して帰ったから、それでなんとかね、それで、2人で1億5000万かなんかもらわれて、森重和さんは一人でもっともらってるはずだって言って入りました。2人で1億5000万もらったのらしいですよ。それ全然話違うならしいですよ。あ、そう。でも2人でですからねと、森重和の方がもっともらってるはずですって。全然全然、うちいくらもらってるんですかっつって。そんなのもらえるんじゃないや。だってあれだけどそんな金額最高でも3000とか4000次第だよ。見たいですよ。え、アニアン、アニアンは一緒ですか。アニアン入ったのは一緒だけど、入ったのは一緒だけど、アニアン2つ上、あ、お友達が2つ下、はいはい、僕と一緒ですか。だから間だから俺、上も下も2つ。兄弟で行きたかったね、ドラフト外、ね、あのジャイアンツにほぼ決まってたけど、ジャイアンツは行きたくない、嫌いだみたいな。いやいやいや、ジャイアンツのホーム裏好きだったけど、ジャイアンツに金を出したのが政府だから、そっちに移っただけよ。もう音松は社会人に来ましたね。でも兄貴が行くんだったら一緒に行って取ってくれるんだったらって、ジャイアンツが取りに行ったらそれより政府の方が金高かったから好きだから。アニアもね、今後も結構面白いですよ。アニアもったら ほとんど喋んなかったからな、本当に無口な兄弟。喋ったらめっちゃ喋って面白かったですよ。まあ最初それは生きていくんじゃ喋らないかんけどさ。中日とヤクルトと日ハムと西武、4球団。4球団。いや、すごいですね。それくじ引いた人に全部俺会ったよ。あ、そうですか。うん、会ったし、世話になった。おー、長さんにもらったけど、中日の監督、長さんが一番に引いた。あ、長さん、うん、中さん、ああ、いや、そうですね。中さんのあの時、監督だもん、中日の。僕の時のコーチにちょっと来てくれたんですよ。あ、広島にね。広島に中さん。で、あの人が外したの、一番に。外した。次が大沢さんや、日本ハム。外したの。外した。よかったと思って。で、次がヤクルト。ヤクルト。行きたかったよね。うん。広岡さん外し。ああ。最後残ってたの、根本さんが。うん、取った。あ、根本さん。強いね。またデモさんったら、中日はまあ名古屋からでもセリーグだからと思って行くって言ったけど、日本はどうしようかなと、まああの子高楽だったから、はいはいはい、まあ東京だったら、うん、神宮がいいなと思ったけど、はい、結局広岡さんには西武のお世話になってるし、はい、大沢さんには俺日本ハム行った時世話になってるし、はい、中さんは中日って一緒になってやってるし、はい、でも全部世話になってる。全然世話になったら根本さんに聞かれたって。そうしたらそれからやらい違う世話が多すぎたね。あのさんもやらせようだったけど、いや、根本さんすごいですもんね。でもあの時のセーブってどんな感じだったですか。あ、誰、根本さんの時、はい、楽しかったね、あの頃は。あ、でもこんな練習しなくていいのか、うん、これじゃ勝てないなと思った。お、あ、そうですか。全然練習しなかったの。こうやって投げて、あの、その通りピーッと来たなーって合図が出たら全員同じ格好になる。ピッチャー、特にピッチャー、おい何やってんだよって。俺まだ1年目だから何もやるの。あれみんなこんな倒れてる、何してんのかなってやっぱり教えられてたね。あ、練習しなかったんですよ、その子。全然1年目だって俺グラウンドできてないで、キャンプアメリカのプラゼント。あ、プラゼント2ヶ月。プラゼントに2ヶ月。あの田舎に球場ないんだもん、西武球場。キャンプするとこないんだ。ああ、はいはい。プラゼントね、僕も行きましたけど、あの、ど田舎。そう。パイレーツのグランドだ。そうそう。僕、パイレーツ入ってやったんですもん。あ、そう。あの、ルーキーの時。いや、環境はいいけどな。そう、ま、でかいまん丸い球場で4つ切って、真ん中で全部見えてね。なので、宿舎があってね。飯食ったな。もうあそこにレストランがあって、だから全然街に出る必要ないんですよね。それがいろいろあったのよ、向こう行って。1年目だし、政府が、じゃあ向こうはまだキャンプやってないじゃん、はいはい、自分たちが、はい、グラウンド好きに使っていいよ、うん、ある時からみんな戻ってくるから、はい、それまでは使っていいと。もちろんレストランとか食事するところも、うん、コックとかみんな連れてってるから、うん、自分たちでやれと、うん、やらした、うん、
で西武系のホテルのコックとかみんな連れてったんだけど、うんうんうん、持って、オカマとか持ってたら会うわけがないだろ、バカ誰ども。あ、そういうことね。会いたってできないんだから。うん、で今日はちょっと故障なんで、ちょっとハンバーグとかホットドッグがそんなんでごまかされて、そのうちこれだよ、ブルーカレーとか出てきたりしてさ、おかしいなと思ったら、それからね、もうホテルに変わったの。あ、やっぱりできないから、うん、ホテルから通う。ホテルどうにある結構そのホテルっていう名前がホテルかっこいいけどラブホテルモーテルみたいなもん、ね、あの頃そうですもんね。でそこで泊まるんだけど食べるとこちょっと離れたとこでみんなで食べるそういう感じなんだよ。レストランみたいにいいとこだ。これでも初めの1ヶ月練習したけどさ、その時はねピッチャーが初めにとか言って言うけど 50m10 本とかそれで終わりだ、ね、で練習時間でもうほとんどいいじゃん、終わったからすぐゴルフできるじゃん。ゴルフ場行けばいいんだけど、みんなそれどころじゃないのか、みんなトランプだもん。あ懐かしいな、部屋だね。8年目、終わって帰ってきついなとかって、まあ、帰ったらこき疲れるじゃん、まあ、いろいろ、ああ、行って言うと、こう裏もかやりたくない、やりたくないじゃん。一緒になって参加するじゃん。人数が足らないし、もうお前来いよって言ってやるじゃん。そのうちに猫さんが見つかってさ、ほら、ちょっと終わり、もう1年目だよな、終わり。ここと言うわけよ、うん、休みの日たまに休みの時根本さんが、まあ、俺が何かやるといけないから、うん、おいちょっと来い、それと一緒に付き合い、うん、え、どこ行くんですか、いいから来いショッピングに行くっつって、ああショッピングもありますね、そこでかいのは、お前1年目だな、うん、でももうタバコ吸うんだろ、まあ吸ってたから私も分かった、ちょっと俺のな頼んだもん日本に持って帰ってくれ、うん、え持って帰るだけでいいですか、もう向こう帰ったらよこせよ、うん、分かりました、じゃお前にも1個買ってあげるから、うん、パイプ、うん、木の、うん、もう連れて、うん、いい匂いするな、うん、そのタッパイやつをさ、わあこれお前ちょっと吸ってみる、うん、お前どうだ、うん、あいいですね、立ってるからこの葉をグルーに積んでこれを持って帰って日本に着いたら俺によこせ、はいはい、いいかでもあんたはいいけどこの吸ったら何だそしたら忘れててさ、いろいろ調べられるじゃ ん、 なんか調べられますね、はいはい、俺もそれを忘れててさ、だってあれもやっぱりグラムが決まってんだよ、うん、はい、タバコはね、うん、申告してなかったね、はいはい、他のタバコも買ってていろんなことしてたから、うん、これがと申告しなきゃいけないと思ってないから、うん、別のとこ行こうって言って、うんうん、だから案の定、うん、呼ばれて、うん、正解に、うん、で申告やり直してくれる、うん、いやそんなもうあれですから、いやこれはあなたんでしょって、これちょっと忘れてました、大体頼まれたらそういうこと言っちゃいけないって言う、もう思い込んでるから言っちゃいけないって、はい、仕事忘れてました、これとこれとこれでこれでちょっと難しいから、そんな話になっちゃって、それからレオさんに、まあ、呼ばれただろうって、さ一人だけ呼ばれるの分かるわな、そうですね、もう言ったのか、いや絶対おりませんからだからほら、ありがとうございますマスコミいるからそれが何かあると俺を呼ぶんで呼んでさ、弱み握ったと思って、まあ、あの人の世話になって本当に世話になってどうなると分かんないかもしれんけど、レンジャーのキャンプ地なのね、うん、ちょっと車で行くとピカデリーみたいなでかいあのデパートがあるわけ、いろんな全部売ってるんですよね、うん、そんな時代だから話は分かる、なるほど、いや面白い、朝だったら裸馬が乗って女性が来たりとか、あのリスがこういたりとか、大自然、リス、うん、早いな、いっぱいいますリス、へぇー、キリパーッと登るし、でゴルフ行ったらさ、あの頃振ったらガラガラヘビ、ヘビでもなった、ヘビじゃない、ワニ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 、あのボール変なとこ取りに行くのか、絶対行かないんだ、ワニいるんで、そんな時代、うん、だからディズニーワールド僕連れてもらったんですよ、あそこから3時間、あんちはどこですか、行きましたあるんですよね、ドッグレースとか、そうね、へぇー、うん、こうウサギみたいなこういうやつがこうピューッと走るわけ、機械でそれを犬がかけるわけ、あーなるほどなるほど、なんのこれ一生懸命でもエンジンかけてさ、そーっと車借りてお、しめ、おせそーっと出ていった川口さんというのほんで、少し離れたとこ行ってエンジンかけてさ、行くぞ走るんですよね楽しい田淵さんもいたんですよね、あ一年間田淵さんも阪神から来たばっかりだもん、あ、はいはい、あって俺が会えた時のおっさんたち、俺があの時23歳だろ、うん、入った時のさ
違うのはノムさんって。ノムさんが。ノムさんがロッテからちょうど来たの。はいはい。5勝16敗ぐらいじゃん。はいはい、俺と古澤さんが15、6敗ずつしてるな。監督の隣に根本さんの隣に座ってるのに、はい、ピッチャー交代って俺の名前言われたことあって。で、優勝争いしたのよ。うん、いや、勝てなかった。じゃあ根本さんが辞める。次の監督が決まってるっていうのに。初めて長嶋さんって言ったの。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。